毎度ご視聴ありがとうございます。さすがに彼岸花もこのような状態になってきましたかね。もう少しのび太さんね、早めにこういった場所で出会うことができていればよかったですけれどもね。今日もね、のび太さんには大変お世話になっておりますのでね、後ほどご覧いただきたいと思います。今日もね、出かけたことのない場所と思って出かけてまいりました。まあ、安全に歩けてね、そこそこ距離的には、まあ、できれば10キロから20キロぐらいね、歩ける場所を探しているという状況でございます。結果的にはね、今日は10キロ弱歩いておりますね。その歩いたコースほとんどの場所でね、車の通行がないような場所でございました。このようにね、ホオジロ時々このように道路際のこういった植物をね、何でしょうね、おそらく種を食べているんではないかなと思いますね。これカラスが飛んでますね。このようにね、野鳥が飛んでいる姿をね、撮影しておりますとね、猛禽類に出会うことがね、この季節はありますのでね。今回歩いております場所ではね、稲の収穫真っ最中でございました。この地域では農家の方にね、作業中の方にお話を伺いますと、日の光という品種でございますかね、いわゆる食べる米ね、食用米、米って食べるようじゃないのかなって思われるかもしれませんがね、この地域では酒米というね、お酒の原料になる米もね、盛んに栽培されておりますのでね、このシーズンはね、まあそこそこ、まあ普通通りに収穫できるのではないかなということをね、おっしゃっておられましたね。台風が発生しているような情報もあるんですけれどもね、なんとか刈り取りがね、終了するまで、台風には来ないでいただきたいと思いますけれどもね。これね、セグロセキレイが近くの河川というよりも水路に近いような場所でね、これ何かを探しておりますけれどもね、近づいてくる野鳥の撮影ね、というよりも動画の撮影時にはほぼフォーカスはマニュアルで撮影することが多くなっておりますかね。もちろんね、オートフォーカスで撮影することもできるんですけれどもね、一つは慣れの問題もあるかもしれませんがね、今ではそういった選択をしておりますがね、オートフォーカスの方がいいかなって迷う時もありますね。今回歩いております場所ね、そういえば以前城跡巡りみたいなことをね、このエリアでやってみたことがありましてね、その時に近くまで来てましたね。そして今回目当てのため池でございますけれどもね、こちらの方では子ガモとね、このこちら子ガモかな、カルガモがね、そうですね、5、6羽おりましたかね。思いのほかね、野鳥たちは来てないような感じでしたけれどもね、この池もね、先ほどお話を伺いました農家の方に聞きますと、コウノトリが100羽近く来ていたことがあるそうですがね、さすがに100羽っていうのはね、聞いたことがないので、いやいや疑うわけではないですけれどもね、半分としても50羽ですからね、相当な数、いやこの池の規模からすると
飛来していてもおかしくはないのかと思いますけれどもね。これコガモとカルガモの大きさの比較ね、よくわかりますね。ずいぶん違うもんですね。野鳥の大きさっていうのはね、意外にわかりにくいものなんですよ。特に撮影しておりますと、何でもかんでも大きく撮影しがちでございますんでね、ファインダーの中だけで判断していると、大きさをね判断し損ねるというようなことがねありがちでございますね。近くに比較できる鳥がねおりますといいんですけれどもね。このセグロセキレイがね、今歩いておりますこの緑色のねものっていうのは、おそらくね水中にある水草じゃないのかなと思いますけれどもね。それが水中にある時にね、先ほどご覧いただいたようにね、すごく緑がかったような水の色に見えたと思いますけれどもね、それが原因だったと思います。そして峠を越えましてね、農地に帰ってまいりますと、このようにこちら稲の切り株にね伸びた木が止まっておりますけれどもね、刈り取り直後というよりももう少し前に刈り取られた後ですかね。伸びた木はこのようなちょっと高い位置からね周囲を見渡していることが多いのでね、先ほどのように低い位置にいるのはちょっと意外でしたけれどもね。これねヒバリがねいると思うんですよ。こういったシーンもね見逃さないようにねしているところですね。これね今伸びた木が行って帰ってきました。隣にありますのはね、おそらく四国米というねちょっと色のついたお米がね植えられていたように思いますね。これからのシーズンね、ホオジロに似た鳥たちもやってくるシーズンが来ますのでね、要注意なんですよね。このチャンネルでも以前オオジュリンという鳥をねホオジロと間違えてお伝えしていたようなこともありましたのでね、これは白石霊がね遠くに見えておりましたので、撮影しておりますとさらにその向こうに全く何が映っているかわからない状態ですがね、これ伸びた木じゃないかななんてね思っていたんですよ。少し近づいてみますとね、大豆畑の中にね2羽ほど鳥が入り込んでいきましたので、撮影しておりますとこれはモズだったかな、尾羽が少し長いように見えますのでね。そしてこちらがね近くにおりました伸びた木、やっぱり耳伸びた木の状態になりますね。風が吹いてくるとね、モズもね同じようなヘアスタイルになることがありますけれどもね、なんでしょうね、羽の仕組みというか構造がよく似ているんですかね。生え際と言ったらいいのかな、そのように伸びた木の様子を伺っておりますとね、徐々に近くに来てくれるようになりまして、こちらはねもう農地ではなくってね、その近くにある野原と言ったらいいようなね環境でございました。そしてこちらがね今回一番近づいた状態ですがね、何か危なっかしいところに足を置いてますがね、大丈夫なんでしょうかね。このようにね植物がふわっとしたというかね、種の状態にね、こちらススキですか、こういったものにねホオジロであったりとかね、いろんな野鳥が種を求めてねやってきますよね。
河原ひわなんかもね好きそうですけれどもね。そして冒頭ご覧いただきました通り、彼岸花に伸びた木、もう少しね花がね最盛期であればね絵になったかもしれませんけれどもね、例によってね元の場所に戻ってきておりました。確か昨シーズンも花の終わった彼岸花の上に伸びた木がね農地の周囲で先ほどのようにいるのをねよく見たような記憶がありますね。そういえばね、ということでね、のびたきチャンネルじゃないかぐらいね最近はお世話になりっぱなしなんですけれどもね、特別な野鳥に依存しているわけではなくってね、このチャンネルでは出会った野鳥をほとんど全てご紹介したいなという気持ちでお送りしております。ただね出会えても撮影しにくいね、意外にスズメなんかもそうなんですよ。そういった鳥もおりますのでね、全てご紹介できるかといったらそうでもないんですけれどもね、また気が向いたらお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。